皆さん方もご承知の方も多いと思いますが最近ではですねこういった検診の場においての障害の発見とりわけ発達障害、えー、自衛スペクトラム症などをはじめとするですね、えー、発達障害の早期発見の場としてもこの検診は大事になってきておりまして、えー、3歳児検診までの、えー、特に、えー、3歳児検診までのスクリーニングの精度を高めていくことによってより早期に発達障害などの可能性のある子どもたちのを発見していく。 ということが重視されている自治体もありますしさらに4歳児健診とか5歳児健診などといったようなです、ねえー、法律上、募証健上には定められていない定められている健診以外にです、ねうん、独自に健診を実施していくことによってこういったあの発達障害などの早期,支援早期発見早期支援につないでいくということに努めている自治体もあります。 児童福祉法の第6条において、えー、ここにもあるように、乳児、または幼児ですから、乳幼児ということになりますね。乳幼児やその親御さんたちを中心とする保護者の方々が、相互の交流を行う場所を開設して、その場において子育ての相談や情報の提供や助言、その他の援助などを行うことができるように、地域の 子育て支援の拠点的な役割を担っていってくださいねっていう,ふうに位置づけられているのが地域子育て支援拠点事業ということになります。まあ、通称子育て支援センターとか子育て広場とか集いの広場などと呼ばれている地域の子育て支援施設ということになります。いろんな市区町村にまあこういった子育て支援の場が整備されていっていますから、こういった身近な子育て支援の場において早期に、 こういった発達に関する相談についても対応できる体制を整えていくことが早期支援につながっていくということにもなるわけです。